Thailand News Hour. It's time for us to... This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は6月29日火曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。プライト首相は家計債務の負担軽減対策実施で6ヶ月という目標を設定しました。チュラロンコン大学開発の新型コロナワクチンで臨床試験がスタートしました。タイケータリングが本格的なタイ南部料理を提供し、プーケットの観光再開を後押しします。海洋局がプーケットサンドボックスのオープンに向けて準備を進めています。ドリアンの販売で詐欺業者に対して厳しい措置が取られています。それではまず初めのニュースです。プライト首相は家計債務の負担軽減対策実施で6ヶ月という目標を設定しました。プライト首相は債務者が新型コロナウイルス感染拡大の経済的な影響を受け、それを乗り越えるための支援を6ヶ月とすると発表しました。政府は教師など公務員が低金利のローンを組めるよう、協同組合との支払い条件を修正する方針です。車やオートバイなどの担保を保護し、公平性を確保すると述べています。またタイの銀行に対し、クレジットカードや個人向けローン商品並びに自動車ローンの現在の最高金利の上限を検討するよう要請しました。政府は中小企業が金融サービスへよりよく簡単にアクセスできるよう奨励する方針です。次のニュースです。チュラロンコン大学開発の新型コロナワクチンで臨床試験がスタートしました。国立チュラロンコン大学が開発した新型コロナワクチンは6月14日72人のボランティアに接種する臨床試験が開始されました。チュラコービット19と名付けられたこのワクチンはファイザーやモデルナと同じメッセンジャー RNA タイプのものです。チュラロンコン大学ワクチン研究センターの責任者であるキアット教授は、治験は参加者をいくつかのグループに分けて異なる量のワクチンを接種するなどの方法で進めたとしています。この治験の結果が良好な場合、参加者を増やした臨床試験が8月に開始される予定です。次のニュースです。タイケータリングが本格的な南部料理を提供し、プーケットの観光再開を後押しします。タイ国際航空傘下のケータリング料理を提供するタイケータリングは、ケータリングビジネスを拡大するため南部プーケット県にあるプラアラムサコンケートマンションをレストランに改装しました。レストランプーケットタイケータリングでは伝統的なタイ南部料理を提供する予定です。
7月1日からプーケットサンドボックスと題し、外国からの観光客が受け入れられる予定で、これら観光客を見込み、現代風にアレンジしたタイ南部料理を味わってもらおうと準備を進めています。レストランでは厳選された食材から作られた地元の有名な料理を味わってほしいとしています。プーケットタイケータリングレストランは毎日午前10時から18時まで営業します。レストランは以前はタイ国際航空のオフィスだったところで、古い建築物を改築しました。ヨーロッパ様式と中国様式が取り入れられた築100年経つ美しい建物の中で、伝統的で本格的なタイ南部料理を味わうことができます。建物はプーケットの人々の誇りであり、国の重要史跡に指定されています。プーケットタイケータリングレストランでは、美味しい料理を提供しながら、プーケットの観光再開を支援したいとしています。次のニュースです。海洋局がプーケットサンドボックスのオープンに向けて準備を進めています。南部プーケット県で7月1日から観光を再開する計画ですが、海洋局ウィタヤ局長は、安全を最優先事項として、外国人旅行者が安全に旅行できるよう準備を進めていると述べています。海洋局は地元の客船事業者を訪ね、船上での救命胴衣常備、港での安全確保など安全対策について話し合いました。プーケットサンドボックスは一定の条件を満たす外国人はすぐにプーケットを訪れることができるものの、感染拡大の予防措置としてプーケットに14日間以上滞在した者のみ、プーケット以外の場所を訪れることが許可される観光再開活動です。プーケットの観光再開が成功すれば、他の主要な観光地もプーケットに倣って観光再開する計画を打ち出そうとしています。次のニュースです。ドリアンの販売で詐欺業者に対して厳しい措置が取られています。チャルームチャイ農業協同組合大臣は、タイのドリアンと称し、ベトナム産ドリアンを売ったり輸入したりしている詐欺業者に対して厳しい措置を命じました。中国のメディアによりますと、タイ当局が状況を改善することを信じていると報道しています。チャルームチャイ農業大臣は、ベトナム産のドリアンをタイ産のものとして販売している輸出業者は GAP農業生産工程管理や GMP 農業食品適正製造規範承認の取り消しを含む厳しい法的措置を実施すると述べ、関係当局に刑事及び民事訴訟を起こすよう命令しました。また未熟なドリアンを売るなど新たな犯罪が拡大しています。タイのドリアンが中国での需要が高まり、価格が高騰していることから、このような犯罪が起こっていると指摘されています。チャルームチャイ農業大臣は、政府の対策がまた新しい違法な活動につながった可能性を認めています。農業大臣は、東部チャンタブリー県の地理的特定農産物に認められたドリアンの違法輸出について説明しました。チャンタブリー県の対策委員会は、不正行為が発覚した直後に業者を逮捕する権限が与えられています。報告によりますと、輸出業者はタイと中国の企業で構成され、国際的な組織の一部と見られています。中国メディアの報道では、農業省の迅速な対応がタイと中国との貿易への新たな信頼を生み出したと評価しています。ベトナム産のドリアンがタイ産であると偽って輸出された問題に関する会議では、3つの緊急措置の実施が決定されました。当局は、南部でもこのような犯罪が拡大しているとして、国境での厳格なチェックなど警戒を強めています。農業省では、農産物の輸出の信頼を確保するため、犯罪者に対する厳しい対応、貿易相手国やベトナムとの調整、悪意のあるビジネスを根絶し、GAP 及び GMP 認証に違反する製品への取り締まりを今後さらに強化していく方針です。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。プライト首相は家計債務の負担軽減対策実施で6ヶ月という目標を設定しました。
チュラロンコン大学開発の新型コロナワクチンで臨床試験がスタートしました。タイケータリングが本格的なタイ南部料理を提供し、プーケットの観光再開を後押しします。海洋局がプーケットサンドボックスのオープンに向けて準備を進めています。ドリアンの販売で詐欺業者に対して厳しい措置が取られています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さよなら。放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.